はい、今日はですね、練馬区にある、天然温泉久松の湯へ来ました。ここはね、ちょっとね、外観がね、モダンな感じでね、光を取り入れた浴室がある。どうもここみたいですね。あ、ここだ。すごいね、外観、ちょっと外観がね、外観がすごいから、ちょっと向こう側へ渡って外観を撮りましょうね。これね、ちょっと似た感じね。これ風呂だとは思えないね。風呂屋さんだと思えない。全然ね、すごいよね、ここね。全くね、近代的なね、もうどっちかって言ったらね、美術館みたいなね、美術館ね、美術館って言ってもね、いいぐらいね、モダンな感じです。営業時間11時から23時まで。あれ、11時から520円ね、なかなかいいですね。はい、こんな感じです。いつものように、よいしょ、空いてるところに入れます。36番、36番。え、お金がいるんだ。100円、100円あったかな。え、もしかしたらないか。ありゃ、ないな、ちょっとないな。36番入れて、はい、これでいいのかな。36番。はい、お願いします。下から撮影できないですので、もう止めておきます、はい、そちら、うん、撮影器具お預かりする形でもよろしいですか。あ、いいですよ、いいですよ、はい。はい、今日はね、久松の湯に来ております。天然温泉久松の湯でございます。ここにね、成分表がねあったんだけどね、男性浴場の着替え室のところにあるんで、調べてみて、ネットで調べてみると成分表がちゃんと出てましたんで、バッチリ、この
YouTube が上げられます。ここはねもう本当の、銭湯だからね、スーパー銭湯だから食べ物はありません。なのでこのまま帰ります。ブイ帰りますね。天然温泉ですよ本当にね。湯が濁っててね、たっぷりとね天然の養分をいただいてきました。じゃあ、はい、じゃあ、はい、これがね優れもんでね、ほらね、こんなちっこいカメラ、しかもジンバル付き、ジンバル付きですよこれ。はい、これから帰ります。いい湯だった、最高ですね。天然温泉は1500m ぐらいの、ね、地下からね本当に温泉が湧き出てくる、それをいただくんだからね、もう絶対効くよ体にね。この艶やかな顔、温泉を出た時のこの艶やかな顔、これがね長生きの秘訣です、健康の秘訣です。はい、じゃあ